い、皆さんこんにちは、西岡義人です。今日はですね、日本人のテニスファンの皆さんは待ってたと思うんですけども、ついに錦織圭選手が大会に戻ってきたということで、僕の YouTube の方にもたくさんこの件についてコメントしてくださいとか動画撮ってくださいっていうのがあったので、今日は錦織圭選手の復帰について話していきたいなというふうに思います。1年弱前ぐらいにですね、錦織選手が復帰するっていう話が出た時に僕も動画を出したので、ちょっと見てない方はそちらの動画もぜひ見てほしいなと思うんですけども、結論その時には復帰できずに伸びて伸びてやっと最近復帰ということで、僕も怪我をしたことがあり、まあ約1年ぐらいの離脱を経験してますし、錦織選手はですね、約1年と8ヶ月かな、まあ、約2年の年月のかけて復帰ということですね。僕もこの大変さを知ってますし、ファンの人からするとアスリートがその1年とか半年でもいいですけども、長期離脱をした後の復帰の大変さっていうのって、多分やったことがある人じゃないと多分わかんないと思うんですよね。で、何が大変なのかっていうのって、やっぱその選手だからこそ分かるものがあるので、ちょっともう完全に僕も一応選手なんで、その目線で話していきたいなと思うんですけども、錦織選手がどうだったかっていうものは僕も話していないので分からないんですけども、まず一番僕が、まあ、復帰した時、そしてこういうね長期離脱をした時に大変だろうなって思うことに関しては、やっぱりもう試合勘ですね。僕たちってやっぱその勝負の世界で生きているので、このいわゆる勝率 100% のものって存在してないんですよね。誰がどの人と試合をやる瞬間も負ける確率っていうのが存在していて、でここっていうのは、まあ、試合中に上下しているわけですよね、確率が。で、普段は負ける確率の方が少ないであろう選手がですね、試合の中でたまたま大事なポイントが取れなかったのが続いたりすると、この確率が変わってくるわけですよ、やっぱ。で、押し切られてしまったり、ちょっと不運があったりとかで負けるっていうパターンがあるんですけども、この僕たちは試合の流れっていうものを上の選手になればなるほどめっちゃ読んでます。これはですね、本当にもうなんか、口で言ってもなんか伝わりにくいなと思うんですけども、僕らがランキングが下の選手としてやる場合に、やっぱり感じるところでいくと、この、本当に必要だって思うポイントすら見つける集中力の差、この見つけ方とかがもう上の選手になればなるほど違うんですね。もちろん錦織選手はそういうのがすごい強かった分、5セットウォーリアーとかマラソンメンとか言われたりとかする理由の一つだと思うんですけども、こういうのが勝負の世界から離れていくとなくなっていくんですね。わかんなくなるんですよ。いつが大事なんだろうとか、この瞬間大事なんだろうけど、どういうプレーできたっけなみたいな風になってしまうのが結構あるあるだと思いますが、やはりまあ錦織選手それなかったですね。なかったというか分かんないですけども、結果だけ見た時にもう優勝しているので、復帰戦でこれはすごいなってなりました。なんかそういう試合感とか関係ねえんだってなりましたね。さすが錦織選手という、僕もちょっとツイッターですね、さすがに復帰戦で優勝はエグすぎるって書いちゃったんですけど、それぐらい僕はすごいと思います。もちろんですね、そのチャレンジャーだったので、じゃあその錦織選手がもともと戦っていた2桁の選手とか1桁の選手も含めていなかったのは確かに事実ですけども、それってやっぱりその2年離れていた選手からするともう全然関係ないし、勝ち続けることが、まあ、さっき言った通り誰にでも負ける可能性がある。なんなら錦織選手今0位だったので、みんなからするとまあ経験値は爆持ってますけど、ランキングだけ見たら格下みたいな、なんかちょっとよくわかんない現象が起きてる中で、やっぱ最後まで勝ち切っていくっていうところでいくと、やっぱりもうあのレベルまで行くと、なんかそういうのってもしかしたらないのかもなっていう風に思っちゃいましたね。フェデラー選手とかナダル選手とかも復帰戦いきなり優勝とか全然するんで、そういうのを見た時にまあなんかちょっとこの辺の人たちはちょっと違うのかなっていうのを思った瞬間ですね。錦織選手の優勝した瞬間に関しては、これがやっぱりすごいテニスっていう競技の流れを掴んでいったり、試合感っていうもののなくなった時の大変だなって思う瞬間だと思います。他にもやっぱいくつかありまして、もちろん復帰してくるっていうことは怪我がやっぱもうちゃんと完治したという認識で出てると思います。ただやっぱりその錦織選手、大きな元々の怪我だったり、一つの場所だけが全部悪かったっていう話じゃなかったらしいので、いろんなところを痛めて痛めて治って痛めてっていうのを繰り返してだったらしいので、復帰戦の何が怖いかっていうと、もしかしたらまた怪我してしまうんではないかというこの恐怖感ですね。これがめっちゃ怖いです。僕も膝の手術をした1大会目、もうめちゃくちゃ僕も練習では全然バチバチ動けるしいけるだろうみたいな感じだったんですけど、試合になると怖いんですよ。やっぱりね、この
動きしたらもしかしたらみたいな恐怖感っていうのが頭にずっと残っていて、これはやっぱり払拭するまでに試合とかをするしかなかったんですね。でも、まあ、錦織選手、まあ、優勝ということで、まあ、それもないのかっていう感じでしたね、僕からすると。まあ、そこもやっぱりなんか常人とは違うのかなっていう感じでしたね。もちろん錦織選手からすると当時マックスだった時代から見た時に、いやまだまだ全然だよってもちろんなってると思いますけども、復帰戦でここまでのテニスっていうものは想像できる人いないんじゃないかな。普通はあんまりないですね、こういうのって。で、結構ね面白い話があって、誰だったか僕もちょっと忘れちゃったんですけど、あ、そうだ、この前川上凛平っていう選手がですね、オンラインでいろいろファンに向けてのミーティングをしてる時にですね、錦織選手のそのカムバックプラス優勝っていう件についていろいろ話しててどう思うみたいな話をした時にですね、凛平選手がなると今チャレンジャーの予選に出たりとかっていうところで、まあ復帰してチャレンジャー優勝なんてもう絶対無理ですよみたいな話だったんですね。で、僕が思ったのはやっぱりそもそもまず持ってる経験値が違うっていう、このスタートがまず違うっていうところですね。錦織選手もツアーをバチバチ優勝するような選手だったんで、チャレンジャーに出ることすらほぼない選手がいかに復帰戦だとはいえ優勝するっていうことの経験値はもうたくさん持っていらっしゃるわけですよ。これチャレンジャーとか関係なくツアーもそうですけど、なので他の選手たちが復帰するのと、ああいうもう大会に出たら250とかに大会出ればもう優勝するんじゃないかって思われるような選手が復帰するのでも大きくやっぱり違いはあるなと思ってます。ここにはやっぱりもう大きな経験値の差っていうものがあって、経験値だけはもうどんなに休んでもなくならないですね。これは僕も思います。やっぱりその僕もそこまでは言ってないですけども、今現在持ってる経験っていうものに関しては多分一生涯消えないと思うので、これはやっぱり強い選手のたくさんいろんな経験を持ってる人の復帰っていうものに関しては怪我にもちろんよりきりですけど、ちゃんと治ってる場合はやっぱ早いのかなっていう風に感じました。今回の復帰はチャレンジャーだったんですけども、今現在錦織選手がアメリカシーズンのツアーから出ていく、アトランタだったかなとかエントリーしているということでですね、僕もやっぱりそのアメリカシーズンアトランタから出ていく予定にしているので、もしかしたら向こうで錦織選手会えるかもしれないですし、僕のランキングが多分落ちることはないと思うので、もしかしたらアトランタとか僕がシードで錦織選手がまあワイルドカードとかプロテクトで出てくるということで、なんなら1回戦当たる可能性があるという日本人のファンの人は歓喜するかもしれないんですけども、僕はあんまりなんか怖いので正直錦織選手なんてマジ迷惑のシードじゃないですか。まあこれいい意味なんであれなんですけど、よくみんなが使うような、それこそマレー選手が復帰した時にもうこの人は迷惑のシードだみたいな結構みんな言ってた中で、それに該当する一人だと思うので、シードになれるランキングを持ってる選手からすると錦織選手当たるのはめちゃくちゃ迷惑だと思うので、皆さんは見たいかもしれないですけど当たりたくもないなとか思いながらも、やっぱシンシナティでやった時みたいな、もう一度やってみたいなとも思う気持ち、なんかどっちも両立してるので何とも言えない気持ちなんですけど、全然当分お会いできていないので、また向こうでもし大会が会えばぜひ一緒に練習をしていただきたいなというふうに思ってます。日本のテニスファンの皆さんも、今はですねもちろん錦織選手の復帰もそうですけども、若手の大谷清介だったりとかタルクももちろんそうですし、大学上がりの島袋がどんどんランキングを上げてチャレンジャーも優勝したりとか上がってきてる選手もですね増えてきたので、今グランドスラムの予選とかに出てくるネームが結構変わってきてる時代でもあるので、そういったものも含めてテニスファンの人はもっといろんなところも見てもらって、もちろん錦織選手の復帰も見ていただいて、テニスをさらに応援していってもらえればなと思います。ということで皆さん、これからテニスを応援するぞっていう方はぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。てちずチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そしてズームを通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。